Welcome to ガンダムオンライン。どうも、しびです。デラックスガチャ第34弾実装されましたね。早速ですね、性能を見ていきましょう。スーパーガンダムとジルクエル。クエル。はい。あ、マーク2がいますね。これは熱いなぁ。熱いなぁ。これは熱いですね。ガンダム6号機。うわ、これはサブがかなり豪華ですね。はい。そのわけで見ましょう。1123。高いですね。なんかやっと高いですか？変形できないかな？あ、移動速度に感性がかかり、空中での落下速度が緩やかに他、空中でサメウクを加工する。変形はできない。ミサイルシューター、クイックロード、ビームシューター。武装は HP はちょっと低めなんですけども、それ以外良くて、で、最高速度が何よりいいですね。1123ってこれどういうこと？ものすごいいいですけど。移動動作に関心がかかると、ドムホバー、ホバーになる。ホバー式になる。だから。1123ね。あ、びっくりする、早い。早いですね。あららら、連邦最速、あ、銃撃最速？私たちと銃撃最速ですね。銃撃機。ゼロングライフルブラスター。14連か。銃火器だけ出た、銃火器。これね、ズサに、ズサじゃねえ、あっちにも行ったんですけど、大好きだな。ロマン格闘。ロマン格闘人気だったんで、とりあえず新キャラに全部入れてみました。バルカンロングライフルは、これはセミオートなんですね。B3。これはビームライフルですね。重格闘プログラム、まだから。機敏には動けないです。あー、だから獲得プログラムなのか。なんか武器をスクリーンショットで出たのは、そういうことですね。わかりました。で、チャージロングライフルは、威力が2倍。あれ威力高くない？しかもチャージかで打ち切りで、あれ威力高くないですか？ 5500 ですけど。しかもこれと、14連無線。14個で、ね、2発ずつ出すんだと思うんですよ。多分7発式な、ほら2発でしょ。2発で7発まで撃つ。1発でバーって出すのかな。単発式じゃないと思うんですけど、わかんないですけど、3発系ってもうちょっと高いはずだから。ブラストだ。装備できません。おい、あれ威力高くないですか？これオリジナルですね。1万1000とか出てるんですけど、スチームファーストで打ち切り式じゃないっていう。しかもあららら、なんかインフレが、ここに来てインフレ来ましたね。しかもチャージロングライフルからの即打ちでしょ。また弾、ただパッと見た感じだと弾数が 4発と5発なんで、まあアイテムと交わせて2発ぐらいしか増えない。だから弾持ちはものすごく悪いんですけども、威力はこれあれじゃないですか。そんなこと言ったらアレックスチョバムハあいつも弾持ち悪いですからね。ただこいつは超機動力がいいでしょ。ホバーでしょ。まあただホバーなんでジャンプがどうなんだろう、気になると思う。
積載面がちょっときついんじゃないかなという気はしますが、チャージ1000使うでしょ。1000とミサイル3つは積めないね。ミサイル3つ、まあただ盾がないから、まあ積めなくはない。なんかちょっと面白そうですね。まあ、ビームシュート、あ、しかもこれとチャージ、ロングライフル、ビームライフル、これ全部多分内装だと思うんですよね。これって全部ロングライフルでしょ、おそらくね。すごい、なんか火力がすごいインフレしましたね。ちょっと読めないですね。まあそれよりもガンダムマークスが入ってるのが今回これは狙い目ですね。はい、ジムクレイ、これ1119。いいね、この辺の機体はいいですよ。いいと思いますよ。今回水色、うん、で、それ見知らん、グレネード、バズーカ、ネット弾、後期型のレッド弾、格闘プログラムで、ビームライフルと持ち替え時間がない。これジムライフルは非常に優秀になってますね。フロート F 型はないですね。なんだこれ、銃なのに格闘プログラムってなってるんだけど、ビームライフルを使用した格闘攻撃プログラム、強打、就航射程が長く、後半の敵を攻撃可能。通常攻撃、ダッシュ攻撃ともにダウントイスを持たないとダウンさせること。なんかまたロマン。威力が3倍なんだ。じゃあ、旧格闘プログラム威力3倍にしてやればいいのにってほとんど当たんないんだからって。と思いますけどね。それはしないのか。攻撃型、ね、ネット弾がどうなんでしょうね。そのまま多分バズー、あ、同時持ちできないんだ。だからネット弾から格闘決めてくださいねっていう感じの機体が、バズーカから格闘決めてくださいの、バズーカ空気っていう、明確に格闘を意識させてるって感じですね。でこそ280の格闘だから、バズーカなんで、まあジム2や、ジム2と格闘モーション次第ですけど、ジム2とどういう差別化ができるか、最近だとね、ジム2が非常に格闘のモーションが良かったんで、ね、その辺との差別化がどのぐらいできてるのかっていうのが気になる。あ、モジュールある。制圧用カスタマイズ。制圧専用モジュールがありました。しかも専用モジュール持ち。ジム2との比較、しかし、こいつも攻撃型なんで、ただジム2はコスト220だか40だか、どっちが知りますすぐ思い出せない。20でした。220でこいつ280という差なんで、ちょっとどうだろうなという感じはするんですけども、モーション次第ですね。相手を確実にダウンさせるって言っても当たんなきゃ意味ないですから。まあただ、まあうん、まあ、コスト280としてちょっと面白いなっていう感じですね。格闘モーション次第です。ただここからも同時持ちできないのは、まあまあまあできたらちょっとまずいですからね。これこれこれみたいな、それ新しいんで。一射撃戦もできるけども、まあだからバズーカ攻撃型格闘ビームライフみたいな。ただそうすると積載が超きついみたいな感じだと思うんですけども、シールドはどうなんでしょう。ビーム、なんかビームコーティングありそうな気がするんですけど、やっぱしてる。しかもビームコーティング持ちっていう。明らかにこう、あれですね、後発組の有利な部分で、なんかいろいろと強化されてきてますが、細かく、ただちょっと積載の部分がきついのかなっていう。積載きそうですね。こういう機体は大抵そうなんです。まあ、ただ武器を2つに絞れば、格闘プログラムに360の、670、670ちょっと重いんで、400で1000でしょ ?1000 の1400、1400くらい来るんで、やっぱ積載は結構きついと思いますが、ね、積載はちょっときついです。武器2つにするのもありなのかなという感じは。まあ、武器3つ持つとかなりきついですね。カツカツなんで、まあ、武器2つになると思いますが、今回、まあ、モーションがどんくらいあるのかなってね、まあ、ちょっと言う、たまったら狙いたいところです。そんな感じでございます。いや、うん、それこっちの方先にやりたいところはあるんです。まあ、どうなんだろう。
はい、そんな感じでございました。ジオの方もやってますので、方見てみてくださいね。それじゃあ、今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シュンでした。